はい、こんばんは。今日も動画日記やっていきたいと思います。さっき撮ってたんですけどね、なんか一回ちょっと切れちゃってもう一回撮り直してるんですけど、まあ、簡潔に今日やっていったことを言っていきたいと思います。今日はですね、まあ円光ちゃんのイラストを相変わらずやっていて、今ちょっとなんだろう、肌の塗りをね今回エロくしたいなと思って、まあお腹の塗りとかをちょっと調べながらやってるんですけど、まあ難しいですね、正直。なんかまだイラストの塗りとかなんかそういうの全然できてなくて、動線というかその自分の中でこうしたら完成するっていう必勝パターンがまだできてないんですよね。まあ、アニメ塗りとかそういうのだったらわりかしできてるとは思うんですけど、なんかそれ以外ってなると結構ねまだその難しいんですよね。どう完成させていいかとかっていうのがなかなか分かりづらいところがあって、まあただなんかね、最近ネタに関しては自分がねこれいいんじゃないかって思うネタ結構ね、まあ、受けてるというかこう前よりは全然いい感じになってるんで、やっぱり、まあ自分本当はオリジナルやりたかったっていうのはあるのかなっていうのはありますよね。まああとは何でしょうかね、まあ単純に技術が上がったっていうのもありそうですよね、本当。まあ、とりあえず今はね結構楽しいですよ、ほんと。こう円光ちゃんのイラストを毎日描いてる感じがね。まああとはなんだろうな、まあ、自分結構そのイラストとかね、まあ、絵描き的にはもう4年半ぐらいやってるんですけど、まあなんか一つのことをずっとやってたってわけじゃないんで、まあなんだろうな、アニメーションをまあ完成させるまでというか、アニメ的な意味で言うと経験的には2年で、漫画とイラストそれぞれ1年ずつぐらいしか多分経験年数がないですよね。まあ、イラストっていうのは塗りですよね。漫画っていうのはネームとかそういうのですよね。まあ、難しいですね、ここに関しては。まあでもなんかまだ結構自分の中でいいなって思う塗りに達するのは、まあ、1、2年もうちょっと、まあ数年単位でかかるんじゃないですかね。まあ、ただこの間ねちょっとねネタとかグッズとか作ったりとかしたいですよね。なんか自分でコンテンツ発信力っていうのを高めたい。まあ、アニメーターっていうのはなんかね結局あのコンテンツ発信するっていう意味では全く力がつかないというか、全然あのその力を強化できないから、まあ、だからね今年は全然アニメの仕事受けてないんですよね、正直。自分でね絵描いてた方が楽しいし、まあ、あとはなんか自分でそういうなんだろう、コンテンツ強化したりとかして、なんかまあ今ファンボックスをね頑張って増やしてるんですけど、まあ結構いい感じに増えてるんですよね。まあ、だから自分に直接課金してくれる人を増やして、その直接課金してる人に面白いコンテンツを届けて、まあまあね抜けないようにしていくっていうのが直近の目標ですかね。まあ、あとは画力上げたりとか自分のねこう理想に向かってちょっとずつやっていくっていうね、なんか二次創作やってた時はどうしてもねやっぱ他人と結構比べちゃってるところがあってね、まあ、フェイトもまあまあ好きだったんですけど、やっぱりオリジナル描きたいって気持ちの方が強かったんでしょうねやっぱ、自分の好きなものとか自分がこれだって思うものやっぱ出すのが一番いいのかなっていうのは思いました。まあ、まだなんか多分自分の中で出し切れてないとこはあるんですよね。まあ、僕がやっぱ出すとしたらエロしかないんですよね。まあ、エロかストーリーものですよね。アニメーターから一番ほど遠かったっていうね。いやまあでもラッキーですよね。ポケモンの作家に2年ぐらいで慣れて、ね、それでもう作家やったらもうなんかやめようかなっていう決心がついたっていうのはすごい良かった。俺なんか作家やるまでになんか普通だったら5年か10年ぐらいかかるんですけど、まあ2年でね、それを諦められたっていうのはなんかすげえ得したなって思いますよね、3年分ぐらい。まあだからね、なんかね、アニメーター諦めたら死ぬんじゃないかって思う人もいるかもしんないんですけど、なんかそんなこともなくて、やめたらやめたでなんか次思いつきますよ。なんかもう僕はそんな感じで生きてます。まあ、僕の多分能力ってすぐやめれるっていうのは能力な気がしてきましたね、多少は。
なんかすぐやめて次のとこ行くみたいなのをどんどん絵でやってますね、本当に。なんかそれは結構ね、自分の中で結構、まあめちゃくちゃその能力があるわけじゃないけど、そこそこまあその能力はあるなっていう気がする。なんかすぐ諦めたっていうか、やめたみたいなアニメーターはもうね、自主制作アニメは諦めてないんですけど、あのアニメ業界でアニメーターとして賃金を稼ぐっていうのは諦めてて、もう趣味程度でいいかなっていう。まあだからちょっとやりたいなと思った時に、自分がちょっとやりたいなと思った時と、なんか自分がいいなって思う作品が重なって仕事が来た時にちょっとやるぐらいかなっていう、なんかその程度ですかね。まあもうポケモンの作家っていうね、肩書きもらったんで、なんかめっちゃ美味しくていいでしょ、こうやってね。ポケモン以上に人に説明できるコンテンツってなかなかないですよ。それこそなんかもう任天堂のなんかとか、なんかディズニーのなんとかとか、そのレベルで、正直ポケモン以上にそれをやりたいかっていうと微妙ですからね。まあそんな感じで、日々ね、楽しくやってますよ。まああとね、おもちゃ買うのももうそろそろいいかなと思って、まあこれもね、記録としてやっぱ撮ってるんで、今日届いたものは、デラックス、あの、ハリケンジャーの店内扇風陣っていうやつと、あとあれですね、あの、パトレン・ルパレンのビクトリー・ルパンカイザーとサイレン・ルパンカイザーセットっていうのでね、やっぱね、いや、なんだか、でもね、なんかやっぱね、こう、俺もね、こう、ちょこちょこね、お金ない時からいろいろおもちゃ買って触ってたわけよ。まあね、昨日言った通り、やっぱりね、戦隊ロボにやっぱ落ち着くね、最後は。やっぱ一番好きだね、なんか、あれが。こう、おもちゃとしてね。まあ、そんな感じですかね、今日は。まあ、ライダーベルトとかも、まあ、ちょこちょこ好きなんですけど、まあ、そこまで、ね、なんかずっと集めたいなと思うほどではないんで、ライダーベルトは。まあ、そんな感じで。まあ、僕はフィギュアとか好きなんでしょうね、おそらく。まあ、縄文人の埴輪を集めてた気持ちはわかりますよ。めちゃくちゃ。まあ、ということで、今日話すことはもうないかな。うん、なんか今歩いてる時もね、こうお腹の塗りどうしようみたいな感じでちょっと困ってるところであるのだが、まあでもこうやって好きなことというかね、なんか人にやらせ好きなことというか人にやらされてないことに悩めるっていうことは、まあ幸せなんですよね。はあ、ね、なんか女子高生のね、まあ、高校生時代にね、女子高生のね、なんか彼女とかとねデートしたかったななんて思ったりとかねこんな26にもなってそんなこと思ってるようなやつですよ。まあだから絵描けるから、まあそれはそれでいいんですけどね。まあ、僕はね、夏にね、女の子とね、海に行きたいっていうね願望がすごい あるんで、まあ、今年もねどうせ行けないんで、まあ、悔しいんでね、絵を描きますよ、その夏休みのようね、悲しい人ですけど、まあ、そんな感じで今日は、まあ、そんな感じでした。はい、まあ、はい、じゃあまた明日、バイバーイ。